野島 T リーグ3年目ラブオール威力あるのでチキータエースになっちゃってたんですよね。あ、はい、やっぱここら辺は本当にまあ取られましたけど戸上は、うん、もう後半のその4本のいい形で取ったところはかなりもう自信になってると思うんですよね、逆に吉田はなんとか取りましたけど、なんでこんなに苦戦しなきゃいけなかったのかと、うん、やっぱそういう思いの方がお互いのメンタルとしてはね、うん、あると思うんですよ。なるほどね。セカンドゲーム吉田哲さん、まあ、今審判の方から多分サーブ間の時間を短くするようにというような、アドバイスといいますかだったように思えましたが、さあ吉田のサーブで第2ゲームが始まります。あ、これはアウトです。今ね、ずっと1ゲーム目聞いてたバックストレートに先にドライブしたんですけど、戸上はよくやっぱついてきますよね。ついてきますね。ここが好調さですよね。いや、今こっちから入るの分かりますね。これだけ気持ちよくこのチキータが、はい、スピードがあって相手が満足に返せないようなボールを、そうですね、ちょうどこの放送席からの反対側に今戸上がいるわけじゃないですか、そうすると入りの速さっていうのがさらによく分かりますよね。そうなんですよね。これ失敗。トップの応酬から吉田のポイントです。吉田正樹は26歳、戸上は19歳です。スリーツー、吉田ワンポイントのリードとなりました。第1ゲーム競った末11対10で取った吉田。戸上、その前もストレートへ行ったボール吉田ついてって点数取りましたし、今のもですね、回り込んでスピードのあるボールにもうあわやカウンターで返そうかっていうぐらいですね。という感じでしたよね。まあネットに当たったんでアウトですが、ある程度。なるほど、ここが大事なんですよ、読めるかということですね、はい、これただ読むっていうのは簡単に読むって言いますけど、そうですね、はい、これは厳しいところをつきました。今のでも台上でうまく止められて吉田チャンスを、ね、作ってしまいましたけども、で戸上はやっぱり読まれてるから今ミドルへ今度打ったわけですよ、強打を、はい、でもポンとラケット出てきてますからね、うん、やっぱ戸上のボールに合うっていうのが一つあるんだと思うんですよね。なるほどね。その戸上のサーブです。これはちょっと力が入りました。戸上ですから読まれてるから力むわけですよ、戸上は、ね、なんで吉田さんはこんなにもう、うん、俺の打つボールが見えるんだ と、うん、そういうところを思うのでちょっと今のは力んで打ってしまったわけですよね、で吉田は虎視眈々と、はい、やっぱりこう点数を取っていけるようにとかですね、徐々に合わせてきますから、はい、その吉田のサーブ、お、今度は戸上が2球目で思いっきり打ちました。ナイスブロック、これは見事です。もうブロックでも本当にもう打ち込んだぐらいの威力があります、はい、もうワールドクラスって言いたいですね。本当ですね、はい、お、入ってます、うん、あ、これはダメでした。柔らかいですね、あんなネットインはですね、つい浮かして入れるだけになるかですね、なかなかミスしてしまうケースも多いんですけど、
短めにしかもこう横回転突っつきを入れて返す、はい、うわもう今吉田の方はバック側へ、まあ、回り込むぐらいの感じで構えていましたがこの後ですねこれ空いたところをまさかあのチキータを回られると思わなかったですよね。はい、そういうことなんですよ、うん、回られるってのは回り込みされるってことは思わなかったってことですね、うん、おーナイス手が出ませんでした戸上。おお返しとばかりのもうバックハンド一発ですね、まあちょっと今までのケースからすればこうね、レシーブうまく止めるかチキータで来てたところをちょっと普通のつつきが来ましたから、はい、そのチャンスを逃さず打った吉田。あアウトです。うん、戸上のポイント。このまたブロックが、うん、これじゃあ打ってよし守ってよしっていうところですよ ね、はい、さあ吉田も先手を取るだけじゃダメだってことに今度なりますから、うん、さらにコースも変えて、うん、戸上になんとか守らせないといけないですね、はい、おこれは完全に揺さぶりました。戸上がゲームポイントを迎えています。第1ゲームは吉田が11対10で取りましたが、さあ第2ゲームは戸上が取れるか。吉田のサーブ7点。おいやいや、まだこの吉田の勢いというものを考えますとまだまだ分かりません。9点目。いやいや中陣からの、まあ、フォアドライブの、まあ、引き合いという感じではなくて、もちろんフットワークを必要とするようなラリーになりましたけれども、はい、いや吉田はやっぱりそう簡単には ねやられないぞという。戸上のサーブに対して吉田結構攻略してるんですよね、はい、さあその戸上のサーブです。新しいサーブ。おいやすごいラリーだ。10ウォール。新しいサーブってどんなサーブだったんですか。今 YG ですね。あ YG だったんですか、はいはいはい、なるほどなるほど。これまで出してないサーブ、そういうことなんですね、うん、というその戸上でしたが、新しいサーブは得点に結びつかず、さあ今度は吉田のサーブ、まあ、ここからは1ポイントごとのサーブということで、サーブ交代ということになります。これまた10オールで第2ゲーム。おーナイスボール。すごいですねこの3本は、またまた同じように11対10で吉田が取っています。2対0となりました。いやだって今10対7ですか、というところから4ポイントね。うわすごい。まああの、まあ、フォアドライブすごいなとは思いますけれども、これ、学術論文が、雑誌の方に発表した中では、日本の、まあ、ナショナルチームの、ね、2年ぐらい前ですけど、ナショナルチームの、選手のボールの回転を捉えた、数字が出て